こんにちは、パピザースの崎です。先日とあるペットショップがですね、うちの店のことを YouTube で日本一変なペットショップという言い方で紹介をされておりました。なので今回はその仕返しにこちらから乗り込んでやりたいなと思っております。後半にはですね、その仕返しもしっかり考えておりますので、ぜひそちらも楽しみにお待ちください。では行きましょう。ただいま、到着いたしました。その前にですね、まずちょっとゴルフの打ちっぱなしに行こうということで、今車を走らせております。日頃、バウアウチャンネルをご覧の皆様、大変貴重な映像がございます。バウアウチャンネル笠原氏の運転している姿でございます。やめて。普段チャンネルではなかなかこういうプライベート映像は出ませんので、そのあたりもお楽しみください。はい、先ほどゴルフを終わりまして、今この四院さんで、食事を、させていただきました。そしたらこれから福井県の正統派のペットショップをちょっと案内をしていただこうと思います。行きましょうか。久々に来たけどやっぱりもうでかいね。これが正統派らしいですよ皆さん。もう広さだけはあるんでね。まずちょっと順番に店内を案内していただきましょう。わかりました。じゃあフードから行きます。フードから、はい。フードも数が多いし、なんかおしゃれでしょ。まずこれうちで最近入れたビアンドだと思います。僕がおすすめしたらね。そうすぐ動いて。ものの 2、3日やったよね。買うっつって。新しくね、三崎さんが取り扱い始めたリアルだ。めちゃくちゃいいですね、やっぱり、ね、いいですね、本当に。実際僕も食べたんですけど、これめちゃくちゃうまい。美味しいです、ね、うん、ぜひとも一回これはね、うん、ちょっと食べていただきたい。人間も食べれるもちろんもんなんでね、うんうん、そうですね、これも三崎さんのお店にね、並んでますね。うん、中身です。これもね、食いつきすごくいいし、いいしね、使い勝手もいいですよね。うん、使われてる材料も素晴らしいし、なんせね、まあ、陳列が素晴らしい。これね、もう1日かけてやってますからね、このディスプレイ、これ作るのに。でも前来た時とやっぱ変わってますね。そう、前はね、こっちに置いてあったんで、うん、そう、こっちに置いてあったのを次こっちに。で、まあ、なるべくそのディスプレイもなんか変えて、1ヶ月に1回お客さんが来て、もう、あ、まあ、毎月変えてるわけじゃなくて、あの月1で、まあ、どっかやっぱり何かしら変えるとか、新鮮さ、そう、毎月来ても、あ、またなんか新しいの入ってくるとか、そういう楽しみもやっぱり、買い物の中で感じてほしいなとか、やっぱりフードの数がすごいですよね。これロイヤルカラー全部じゃないですからね、まだまだありますからね。ああ、そうですよね。うちなんかはもうこれのもっとこう少ない状態にやっぱりなってしまうので、うん、まあ、これだけ種類が多いっていうのはやっぱりこうね、一匹一匹のワンちゃんに合わせるっていうため、ね、そう、やっぱりセンサー万別っていう、そう、合うか合わないっていうのはやっぱりこう試してみないと分かんないところなんですけど、これだけやっぱ置けるっていうのは飼い主さん側にとってではメリットがすごい、うん、ですね。あ、その辺ですね。あ、そうですね、これうちもポルツァーはね、置いてますもんね。すごい数、ほんまに。あのバウアウチャンネルどこで撮ってるの？店内で、あの上の方で撮ってます。あ、本当？はい。あ、いいんだね。はい。
か、はい、はいはいはい、ああ確かにそうやな、あこんな感じこんな感じやね、いつもいつも本当だったら店長と僕2人並んで、はい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 、へえ、スマホでお撮影して、ああああああ、いやいつか俺もねここで喋ってみたいな、あいや出てほしいですよ、 いつもだからもう見ている側やから、今だからこの感じ見ただけでも、うん、やっぱり驚きっていうか、ね、あ本当ですか、うん、いやそこで一回喋ってみたいなって思ってるねぜひぜひあとはこの服の量ですよね、すごい数、洋服は多いと思いますね、やっぱりこれも周期的には1ヶ月ぐらいで入れ替えされてます、うん、まあね、あの半年に1回大体大きく入荷があるんで、あ、はいはいはい、だからディスプレイだけは1ヶ月に1回は必ず入れ替えて、やっぱ洋服好きな方ってね、洋服だけ買いに来られる方も多いんで、ああそうなんですね、うん、はい、そう、またね、この首輪とか、そうですね、美咲さんにちょっとプレゼントしたいものがあって、はいはい、え、なんすか、このユリウスケーナイン、はい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 、このね、アメリカの柄があるんで、あー、かっこいいですね、スカイクの、うん、スカイクのサイズで、ちょっとはいはいはい、はい、え、これ、え、プレゼント、マジ美咲さんに、はい、スカイクに使ってあげてください、めっちゃ似合うと思う、これはあ、ほんで結構しっかりしてるんですね、そう、結構ね、これ前動画に上げて、はいはいはい、すごい反響もあって、いや、たぶんあいつ力強いんで、これぐらいないと、あそうですね、うん、しっかりしてるので、ぜひぜひ、いやー、ありがとうございます、はい、いや、絶対見よう今回、特に、まあ、トリミング室を、はい、ちょっと俺も個人的に見たかったんで、特別にちょっと見せてもらえるということで、はい、ここはね、お客さんが一切立ち入れない場所なんで、そうね、うん、はい、ね、まずここがカット室ですね、おー、あ、向こうから、売り場から見えるようになってきた、そう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 、これお客さんもうちのワンちゃんカットされてるとこ見たいって言って、いやーこれは見栄えがすごいですよね、ここでカットして、でこっちがちょっと爪切りだったりとか耳掃除とか、まあ、下準備、あ、はいはいはい、うん、やったりとかね、下準備と仕上げとで部屋が分かれてる、そう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 、うん、へえ、部屋もね分かれてた方が仕上げも結構集中してできたりとかね、うん、そうですね、はい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 、分かれてて、あとはスタッフのキッチンですね、うん、でこっちがシャンプール、ね、おー、はい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 、大型犬も入れるような感じで、うん、結構大きいシャンプー台が2台、これがすごいですよね、これ特注ですよね、そうそうそう、もう作ってもらいましたね、やっぱ腰がね、どうしてもトリマーは傷めやすいので、高くなってるのってすごいいいですよね、そうそう、大型犬なんかはね、ここでこう、なるほど、うん、こっちがドライヤー、はい、あードライング室、うん、ドライング室、でここでバーッと、はい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 、してで抜け毛が出るワンちゃんなんかね、はいはい、本当にこんな抜け毛がすごい抹茶なんで、はい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 、ちょうどあのあそこね、エアコンのとこ、ね、こうカバーして、そうなんです、ね、あるの自分で作ったんですよ、あそうなんや、結構大変でしたね、いやー、うちはここまでしてんけど、やっぱりエアコンはね、すごいホコリがたまるんですよ、そう、うん、いや、これは確かにすごい、すごい考えてる、へー、いや、やっぱりちょっと変な店でしたね、ここも、いやいや、お互い様と、お互い様、はい、まあ、ちっちゃい変な店と、大きい変な店と、もうお互い様と、そういうことにしておきましょう、はい、今日はですね、福井県の、バウアウ運動公園店さんに、見学に来させてもらいました、また、まあ、お近く来られた際はぜひお店に立ち寄ってみてください、はい、はい、笠原さん今日はありがとうございました、はい、ありがとうございました、ではまた、あーやっぱり店長会いたかったな、やっぱりですね、会いたかったですね、うん、まあ、次はね、絶対いるようにこれ大丈夫なちょっともう一回行った方がいいんじゃない